ブラック企業大賞2013年の、ノミネート企業の発表と選定理由の記者会見を行いたいと思います。ブラック企業大賞では、次のようにブラック企業を定義して、その上でいくつかの観点から具体的な企業をノミネートしております。ブラック企業とはと、1、労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を意図的、恣意的に従業員に強いている企業。2、パワーハラスメントなどの暴力的強制を常套手段として、従業員に強いる体質を持つ企業や法人、学校法人、社会福祉法人、官公庁や公営企業、医療機関なども含むということで、定義しております。今年はこの8つ選びましたので、その理由とともに今から報告させていただきます。まず1社目、ワタミ株式会社、ワタミフードサービスかな、2年連続2回目ということになりますね。この会社はですね、去年のノミネート理由でもありましたように、その森美奈さんが長時間労働により過労死したと。でその後の会長の言動等でですね、一躍ですね、そのブラック企業としての名を、馳せたわけではございますが、今年はのノミネート理由はさらにそれに加えてですね、その後そのご遺族およびそのご遺族を支援する労働組合が、その二度と起きないようにというその改善を求めていて、さらに責任のある方との面会を求めているんですが、それすらやってくれないと。でさらにその面会を求めているのがおそらく面倒になったんだろうと思うんですけども、会社側の方から損害額確定の調停を申し立てると、かなり異例のことをやっています。労働側からやることはよくあることですけども、会社側から申し立てたと、こういう状況ですので、2年連続2回目のノミネートということになりました。2つ目、株式会社クロスカンパニーです。これはですね、アースミュージック&エコロジーというブランド名で、若い女性に人気の企業ということになっていますが、2011年の2月9日に立川労働基準監督署で、入社1年目の女性正社員が、亡くなったことについて過労死の認定をしております。この女性は入ってすぐにですね、4月に入って9月に店長に任命されるという、ありがちな、ブラック企業によくありがちな、短期間での責任のある地位につけるということをやっておりまして、その後非常に長時間労働を強いられ、亡くなってしまったと、痛ましい事件、ありました。ですので、取り上げた次第であります。次に第3、5ページに進みます。株式会社ベネッセコーポレーション、一部報道されていました通り、追い出し部屋、今年のブラック企業用語ではありませんけれども、追い出し部屋という用語が流行りました。その一つ、判決までいった事件としてこの会社を取り上げております。もちろん追い出し部屋をやっているところはこの会社に限らずですね、多くの企業でやっていますけれども、立川の裁判所でですね、去年の8月判決が降りていますので取り上げることにしました。この簡単に概要を説明しますと、ここでの労働者は、退職勧奨の対象になり、人材部付き、財は財産の財ですね、部付きという部署に配置転換され、何度か一回別の部署に移ったりもしましたけれども、最終的にはやはりここの人材部付きに配置転換され、段ボールの片付けとか懐中電灯のテプラ貼り、こういうような仕事をさせられていたと。でこれに対して、こういう就労する義務はない、要するに配置転換無効であるという訴えを起こしたこの労働者は、判決で勝訴しております。次に4つ目、株式会社サンチャレンジ、ステーキの食いしん坊という店舗を展開している会社であります。このサンチャレンジではですね、2012年3月に渋谷労働基準監督署が、過労死を認定している自殺事件がありました。これはですね、非常に長い労働時間というところが特徴です。残業時間が、亡くなる前8ヶ月、一番少なくて残業時間が162時間、多い月は227時間、一月一体何時間あるんだろうなと思っちゃいますけれども、これ残業ですからね、所定外ということで所定外じゃない、法定制限の労働時間外の時間になりますので、かなり過酷な労働でした。にもかかわらず、店長ですので管理監督者として扱われて、残業代は支給されていなかったと。で労働基準監督署の認定した事実内容によると、業務指導の範疇を超えた人格否定をする罵倒発言もあったということだそうです。あと有形力の行使ですね、殴るなどの暴行も行われていたと。
ブラック企業のいくつかの要素を備えている会社だというふうに言えると思います。次に株式会社王将フードサービスですね。ここもですね、最初アルバイトとして働いた方が正社員に登用され、その後長時間労働になりうつ病を発病し、時間外労働は平均で135時間、1日10時間超える労働時間は入力できない仕組みを取っていたと、こういったところが、ブラック企業にノミネートした理由になります。労働時間を適正に管理するべきであるところ、それを10時間を超えたらつけられないようにシステムを組んでいたと、こういう点が非常に悪質であると言えます。また王将フードサービスはですね、新人研修が過酷であるということはたびたび報じられているところでもあり、またそれを主催している会社、アイビルっていうんですかね、は人権の考え方をペスト菌のようなものだと主張している染谷氏が経営しているというところもありますが、ノミネートしたのは、まあ、主な理由は渋谷労働基準監督渋谷とか、認定されている過労死ということになります。これ労基署書いてあります。はい、あ、京都か、ちょっと労基署の名前があれです、すみません。次に、6ページに進みます。性能運輸株式会社です。カンガルーの性能として知られている大手の運送会社になります。ここはですね、サービス残業、毎日12時間以上働かせサービス残業を強要したということが、亡くなられた方の遺書に綴られていたということです。亡くなった月の残業時間は98時間でしたけども、一番この会社でブラック企業の様子が強いのは、この亡くなった男性は3回退職を申し出ているところです。ところが3度とも断られということで、会社に残って、痛ましい結論が出てしまったということになります。昨今そのブラック企業の問題なんていうのは、辞めればいいじゃないかという、まあ、言説もあるところですけれども、まあ、確かに辞めるというのは一つの対処法としては間違っていませんけれども、辞めれないこの実情についても目を向けていかなければいけないということで、性能運輸株式会社をノミネートいたしました。7つ目、株式会社東急ハンズです。これも過労死の事案ですけれども、バレンタインデー商戦の裏でですね、30歳の若い男性が命を落としたということです。亡くなる直前はチームリーダーであって、7000点の商品の仕入れから販売までを管理し、さらにアシスタント3名の指導も担当していたと。繁忙期ですので、時間外労働は月90時間を超えていたということです。帰宅後にしんどい、もう限界というような話をして、就寝中に突然死されたということになっております。裁判で、損害賠償の判決まで出ておりまして、裁判ではですね、会社は残業は指示していなかったと主張していたようですが、裁判所は、指示していないとしても残業しなければこなせないような仕事量を与えていれば、これは残業であるという、まあ非常に当然の判決ではありますけれども、こういったことで会社側の主張を排斥して7800万円の支払いを命じているところであります。ブラック企業の中には確かに、指示してないのに勝手にやってるんだと、自主的にやってるんだという言い分もあるようですけれども、そういう問題ではないということを、示す事例としてノミネートいたしました。最後に、企業ではないんですが、国立大学法人、東北大学、です。東北大学をノミネートしたのは、まあ、端的に言えば2名の方が亡くなっているというところになります。2007年に、新しい駒を探してくださいという遺書を残して亡くなられた、助手の方、さらには2012年に、過労自殺を認定している方、この2人ですね。この2件についてですね、あ、そうか、2人ですよね。もう一件はそうですね、12年1月ですね、すみません、48歳の方が自殺しているということになります。まあ、この2名について過労死、5年の間に2名ですから、まあ、企業ではありませんけれども、最初に概念説明したように、8つ目の企業としてノミネートいたすところであります。でこれで終わりなんですけれども、ユニクロはどうしたんだという話になるかと思いましたが、これはですね、非常に議論を重ねました。ユニクロを今年ノミネートしたするべきだろうという議論を重ねに重ねたんですけれども、今まで8つの企業を説明した通り、すべて、具体的な事件に基づいていることを我々は一つの、ノミネート基準としました、今年は。ですのでユニクロは残念っていうのか、ちょっと変な言葉遣いになっちゃいますけれども、そういった具体的な例として、この
実行委員会で把握することができませんでした。もちろん報道限り、そういったものでは、もしくはその社長の言動とかですね、いろいろありまして、ノミネートすべきだろうという意見と、いやどうだろうかという意見でかなり戦ったんですが、最終的にはノミネートしないという結論になりました。その理由としては、今言った通り、やはり我々そのブラック企業をそういうふうに世の中に問うていくには、具体的な事実に基づいて、そういった事実を把握してやるべきだろうということで、今回はノミネートいたしておりません。以上になります。最終的に、世の中には非常にたくさんの私たちが知り得ないですね、ブラック状態にある企業がたくさんあるんだと思います。ですが、ブラック企業というふうに私たちが表彰できるような状態に なるっていうのはですね、その労働者自身が立ち上がらなければ問題が見えてこないわけですね。ですので、ユニクロも含めてですね、そういうブラック企業状態のところで働いている皆さんには勇気を持って声を上げていただきたいと、そのお手伝いをできる範囲で私たちもしていきたいというふうに考えています。8月の11日、日曜日、在日本韓国 YMCA という会場で、2時から5時まで行います。で、詳細は今後決めていきますけども、この8社のうちから、それぞれの賞を決め発表いたしますし、昨年は合わせてシンポジウムなども行いました。こういうものに受賞したということがですね、メディアなどで報道されるということがですね、その企業に対しては相当なプレッシャーになっていて、ブラック企業と名指しされることというのが今やその労働者がですね、給食の時にその判断の基準になるというか、そういったようなことも広まっていますので、一定の社会的な意味はあるというふうに考えております。